今日東京に一緒についてってもいいですか？はい、お前をあげるかな、お前をプレゼント結構回ってましたよ、おままも趣味でしたなんで、まあ、今日はおままちゃんの喜ぶような格好でちょっと大人っぽい格好をちょっと見ながら、はい、今日もちょうど夜の仕事じゃん、夜の仕事じゃん、境社外で7時半が終了で、その前にちょこっと買って、はい、で、プレゼントまで渡すってことかな、はい、で、プレゼントはチッカプレゼント僕ってお前リボンするあれはリボンするあれはいただきますいただきますいただかせてください一緒に投稿あ、お前ですかいいかお前からの仕事これちょっと行ってみようかはい、じゃあちょっといろいろふっかりながらはいまあ、6時までまあ、ちょうど1時間半ですねはいいろいろチョキしましょうメンズで作るのねで、まあ、ちょこちょこ撮影 OK のところだけ撮ろうかなはいちょっと楽しみながらこいつなるなんかプスキシンセンとかね色は何色がいいんですか何色がいいんですかベージュとかだったら、はい、黒とかネイビーのコーディネートですごくあるこれ76なんで、はい、一回これ履いてみていただいて、はい、ちっちゃければ最後はいはいあはいお願いします失礼しますはいどうできたあいつはい見せろあかっこいいじゃんで色がね濃い方がいいんちゃう同じやつで濃いの履いてみる濃い方がいいですねもうちょっと細くてみようかなきちっとストレッチ効いてみるめっちゃ効いてますこれ違いでも違うかはい同じ大きさあ同じ大きさですあこういうのいいっすねお願いします。はい。多分濃い方がいいんじゃん。濃い方がなんかこっちの濃い色の方が良さそうですね。一応今お試しいただいてるものに合わせて。うん。お、かっこいいじゃん。へえ。これ中まで全部？あ、これ一緒に沈むか。いい開けていい。めちゃくちゃ大人みたいな感じで。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。おお全然印象違うね。めちゃくちゃ大人みたいな感じじゃないですか。いいじゃん。一緒に見てるでしょ。はい。ちょっと出て出て出て。はい、いいじゃんいいじゃんいいじゃんどうですかこれが嫌だあんまりこれこうあれっすね嫌だはいターミネーターみたいですジャケットとタートルどっちがちょっとあれですか変えたいあこっち的にこっちがちょっと若いです20代だし、はい、あーそういうのいいこういうのかっこいいはいどうめちゃくちゃあったかそうな冬あったかそうですね。そういうのだったらね、あれですね。ジャンバーですか。でも今日着てるのはい。そうですね。もうレザーダウン皆さん着てますので、はい。楽しめる。はい。こうやったり後ろ向いてカメラ。どう。サイズだけ。サイズだけでもサイズ結構大事だ。コーディネートはコーディネートな。そのコーディネートはコーディネートなんだよ。ちょっと学生っぽいけど。かっこいい。なるほどね。いいじゃんいいじゃん。まあ、ちょっとそこじゃあ第一候補にしようか。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いいたします。ありがとうございます。お待ちしてます。どう？あんまりだったら、こっちで。そんな。漫画に合わんか。あ、こういうのじゃん。ジャケットはです。ポールセン。あ、これお前好きだよ。ゴルフ。うん。女性もじゃないですか。あ？女性もじゃないですか。これどうでしょう。男性用です。あ、そうなんですか。すごい。
ニットのダウンなので珍しいかもしれません。色もいいじゃん、はい、これ全部男性用なんです。なんか多いじゃん。こういうの好きだ。え、こういうの好きだ。これ見ていこう。これサイズいいですか。ちょっとバーッと開けちゃっていい。あ、いいです。サイズ、サイズ L までいかんじゃん。 L でしょ。あ、よかったらお持ちしますね。いいですか。はい、もちろんです。お待ちください。これ男？男です。全部男も。カードだ。これ絶対いいよ。M でもちょっと大きいんですよ。これかけてみ。いいっすね。お揃いで今日行くぞ。M、M、え、それ M っす？あ？ M、S 3。S の方がいいっすよね。ちょっとでかくない？うん。でかい。でも今年でかいのが流行りなんでしょ。で、みんなでかい。これ可愛くね？可愛いっす。中は可愛いっすね。そのパーカーの。可愛いな。お前、本当に思う？あ、本当に思います。本当に思うけど、お前、本当のこと言えよ。お前、本当のこと言えよ、これ。はい、本当に。ほぉーって言ってたよ。ほぉーって言ってたよ。これは、はい。これ絶対ゴールド着てくるよな。ニット系いいっす。ん？ニット系フィエリオ。うん、ゴールドいいよな。赤の色がちょっと。でも本当に上等高校の不良のヤンキーみたいな感じで。上等高校。上等高校。え？あ、エサル。あ、エサル。はい、はい、ありがとうございます。はい、ちっちゃいっすか。ちっちゃいです。いや、ちょうどいいです。ちっちゃいと思うからちっちゃいの。あ、いい。あ、それいいじゃん。ちょうどいいよ。それいいんちゃう。かわいいっすね。いや、そういうのオレンジ頼んどく。はい、オレンジ頼んどく。オレンジですか。いや、オレンジはエースがないもんで。あ、今がないと思う。あ、これエース。あ、全然エースでいいじゃん。ボクサーみたいな。マイクセンサーみたいな。フリーメイソン、フリーアンダーソン、フリーススタイル。やめとくか。ボクサーみたいな。マジやめとくか。おはようございます。あれ、ズボン。これ細身のやつ。あ、そうですね。ほとんど細身で。黒似合いそうですね。でダメージ入れるでベタな文字に頼んで。これもあります。28、28です。これ見る。はい。お前のキメント。はい。28っていつぐらいしたの？ウエスト。ウエストで言うと70前後ぐらいですね。かなりです。これ28。はい。20。あ、まあ、っていくか。絶対早いですよ、これ。29できるぐらいする。おぉ、おぉ、おぉ、似合ってますね。周り見たら変えたかな、ちょっと。なるほど、足長いよ、いいね。いい感じですね。すごい、ピチッとしてさ、はい、めちゃくちゃいい。それもストレッチなんでしたっけ。これストレッチ、すげえストレッチが。マジですか。ぴったり、触って。触って、お前、ここに来てもらって、師匠じゃなくて、触りたいと思うね。師匠、こうやってさ。いい感じだ。いいですか。あ、そうそうそう。これ CK。 じゃあ、ミッチ1本、1本お買い上げだな。あ、もう決まりなんですか。はい、1本なかったな、結局な、はい、ミッチのやつな。俺も一応合わせたけど、俺は買ってないからさ。はい、あれ1本だけだ。1本っす。仕方ない、買いましたね。これえ、M5 なんで誰がと M じゃん。はい、誰がと M じゃん。あ、M5、M6 なんだ。そうです。M55、M6、おかまそうです。お前ちょっと大きい服したもんね。はい。まずゲットしろよ。はい。あ、これ本当。春日は本当に燃えます。何だこれ。ちょっと離れた。糸出て。よし、じゃあ行こうか。俺のマコ。よかった、かけろか。はい。とりあえず名義で隠れてるでしょ。そうですね。行って6時。6時ですね。6時か、6時半ちょっと。はい。6時半ちょっと。6時半。ちょっと早く。はい。
じゃあ、マコの元に。わっ飛んでないやん。飛んでないやん。これ飛んでないじゃん。あれっつって、パって、マコかなと思ったら、社長だった。社長だった。もう一回飛ばすよ。ワープして、はい。ワープして、俺写しに。俺がマコになっとったら飛んでる証拠やな。そうっすね。レッツワープ残念名義で待ってますよ。はい、全然来んね。全然来んすね。さっきも電話したんですけど、6時半ぐらいになるって言ったんですけど、はい、さっきまあぶっちゃけ一回電話したんですよ。最初はまあなんとなくやらせっぽく登場シーンみたいな話を変わったけど、ちょっと待っててくださいね、つって。はい、うん。もうぼちぼちだろ、でも。あ、来た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 。来ました？おー、マコからやね。なんで俺じゃないの、マコ。誰もだね。俺と幸せよ。さすがに俺に来てくれた。お疲れ。ああ疲れ。え、どこいますか。もう来た、遅いわ。おっかりしみたいな。どこどこ。どこいます。今ドトールの前らへんです。ドトール、あ、ここらへんじゃない。昨日カフェデリカ、うん、エスカの近くの新幹線の方来てるでしょ。新幹線の方来てます。え、どこ。あ、おりました、どこにおりますあれだ。あ、おりじゃん、おりじゃん、あそこにおりじゃん。あれ、すぐ横におるよ、すぐ横におるよ。あ、じゃあ降りていくわ、降りていくわ、降りていくわ。 ありがとうございます。よろしくです。よろしくです。行こうぜ。行きますか。お疲れ様です。久しぶりです。でも久しぶりです。怖いね、怖い。近い近い近い。お金取りますよ。マスクしてなかった、怖い。マスクしてない。お金払ったら来ててみる。絶対ダメ。ちょっとウィッチーとは深い違うわ。何こんなん持って東京行くの。そう、ちょっと今から仕事で東京行ってきます。最近すごいね、インスタすごいじゃん。いやいや、え、でも私知ってますよ、はい、あと3人で4000人行くって。おじさん見てます。じゃあさっき4000人超えたの。え、ちょうど待っておく。4000人超えました。待っておく言ったら感じろ。はい、ちょうかももちゃんにあげたいもんあんだ。ちなみにめっちゃ楽しみにしながら来てますからね。そう、さっき電話いただいた時も、とりあえずあげるもん出すわ。とりあえずあげたいもん。まずいな。お前から言う。はい、お前から言う。はい、これから言っていい。あの、お願いします。お父さん、お父さん。いや、この間さ、あの、はい、動画面白かったじゃん、はい、あの寿司屋のやつね。あれで、なんかあそこからもうミッチーがさ、はい、ちょっとおかしくなっちゃった。たまこちゃん、俺のことマジ好きなんじゃない。だからちょっと言いたいことがあるので、今日は何をプレゼント、こいつをプレゼントしてるんですか。はい、僕をプレゼントどうですか、この格好。どうですか。これコメントの仕方がわからん、はい、今日俺ら買ってきたんだよ、はい、わざわざ、はい、わざわざ上下買ってきたんだよ。まあでも確かに、はい、足は長い。確かに足も長い。足も長い。スタイルもいい。まあ、スタイルもいい。髪の毛もふわふわしてる。髪の毛ふわふわしてる。今日東京に一緒についてってもいいですか。いいですか。何今日東京に一緒についてってもいいですか。お前仕事を誰。あ、そうだ、忘れた。これ選ぶときずっと考えてたんだよ、岡本ちゃん。どんな服がいいかな。え、ガチでプレゼントは。プレゼントこれ。はい、プレゼントこれ。めっちゃ帰りますよ。あ、まこちゃん割と肉食よ。あ、マジか。東京にちょっと行ってきます。あとね、ちょっと東京に。大きいかーわ。お前なんか撮ったやつ。はい、カメラ回ってるところでなんかあれ撮ったやつ。あなたマコっすか。違う違う、俺のマコ。マコはいいんだけど、なんか撮った。それは嫌。それは嫌だ。行ってた行ってた。本当このカメラ回ってないところで、はい、サイン出してくれたら行くんだけど、わからん、あれわからん。はっきりとサイン出してくれたら俺行くのにとか言って、まあまあ本気で言ってたよな、お前。ファーンって行くっすね。隙間があればそこのスパイコーンって入るんですかね。出たでしょあいつとか言って、はっきりとサイン出してって。投げるかボールって言われて覚えてたよね。もうストライク、ストライク。それカメラ回ってないとこで言ってたよ。カメラ回ってないとこ言ってました。言っとったよね。カメラ回ってない方が上手い。視聴者の皆さん、羨ましいわあいつが。俺服まで買ったって何の動画。結構高かったっすか。ありかないか。こっか可愛いね。持ってさ。まあ。ちょっと近い近い。ちょっとお前だ。ちょっと今こいつの顔してる。今こいつの顔。ちょっとね、分かった。なんか童貞みたいなさ。童貞。素人童貞みたいな。そう。
はい、まあもう今、まあ、外にお任せします。あ、マジ、あ、はい、耳元で行ったんだ。いい感じで撮れました。耳元で行ったんだ。耳元じゃない。もう一回撮りたかなかった。今カメラ向き悪かったの。はい、え、カメラの向き悪かったから、はい、もう一回撮らんと。もう一回。入ってなかった。入ってなかった。もう一回。音声消せばいい感じに、はい、音声消せばいいっすよ。はい、スタート。これ絶対チューしてるやつだろ。絶対チューしてるやつだろ。撮れたかな。絶対チューしてる。お前だってほらリップついとるもん。はい、リップついとるもん。じゃあここについてます。こっちに映っとったね。まあ視聴者の皆さん、はい、これちょっと本気でね、ミッチーと岡本ちゃんあるよ。はい、マジあるよ。ワンチャンあるわ。これ奇跡だよね。奇跡ですね。これ飛び職人みんなさ、はい、あ、俺らも頑張ったら、はい、こんなブサイクな顔でもこんなハッピーになれるんだ。いや、ブサイクじゃないですけど、深海魚ですからね。一応ブランドありますから。ブランド、ブランド、一応ブランドあります。銘柄いい。銘柄深海魚大きい総称だから。 JPS かな。まあそんな感じです。はい、じゃあこれからもアンボロスになると岡本ちゃん本当にね、そう、ガチンコでガチンコしてるときだもんね。はい、じゃあ皆さんチャンネル登録といいねか、よろしくお願いします。よろしくお願いします。コメントください。また見てね。うん、ちょっと本当に応援コメント入れてよ。入れてほしいですね。頑張って、ミッチ頑張ったで。めちゃくちゃ今日は来そうだな。今日は来そうだな。めちゃくちゃ頑張ったっすよね。めちゃくちゃ頑張りましたね。バイバイ。バイバイ。ちゃったな。ちゃったな。美味しいな。スタイルいいな、やっぱ。スタイルいいな。で、ここでパークこうするんですよね。あ、こうするんですよ。やっぱ俺お前が好きだとか言って。はい。待ってくれーって。あそこの切るとバカーンって。Yeah.